そう、先々週の話をしようかなと。でコラボいっぱいあったんだよね。まず土曜日にスバちゃん家に行ったんだよ、ラミーと。で聞いてほしい。いやラミーが本当にさぶっ飛んでておもろい話をまあね毎回してる気がするけど、どんだけラミー好きなんて感じですが、その前にそうびっくりしたのがさ、なんかスバちゃんが20時になんか枠をね立ててたの。でも団長はスバちゃんから8時半に集合でも大丈夫みたいな、あー8時半に集合つうことは9時に配信あるんだって勝手に思ってて、え8時おはすばが終わってちょっと時間が経ってから20時のままだから行った方がいいかと思ってディスコしたんだよ。スバちゃん配信20時だけど団長たち28時に伺うんですけどみたいな伺うんですけど大丈夫ですかみたいな送ったら、ごめん間違えてたみたいな、21時よろしくみたいな、びっくりしたよね。そう、そういうこともありつつラミーと行って、でラミーがねなんか脱ぎやすい服着ててあなんか今日あれだ身軽だねって思って、そうしたらそう、スバシ先輩のお家でね、なんだろう、霊を払おうみたいなこと言ってて、そう、後からノエタもびっくりさせてあげるみたいな言ってて、どういうこっちゃねんと思ってさ家に行ったわけよ。したらそう配信中だとちょっとびっくり、そうなんかちょっと放送事故になっちゃうかもしれないかな、もう先にやっとくって言っていきなりね、見て見てって言っておっぱいペローンってしたのと思って、男女見ちゃったもん、めっちゃ目見開いちゃってベローンってして、ラミーってさ二人で叫んじゃったよね。したらそのやっぱ幽霊は、そう幽霊はこういうのに弱いんだよって言ってネタもするって言って、なんかすごいことになってたベロ。いやでも払えた気がするよね、ちょっとは。また行ったらちょっと、でも団長一人だとさ、団長一人だとちょっと恥ずかしいからラミー連れてって、いやでもマリンとかも連れて行きたい。いやでもマリンがでも一番さ、そう、なんだろうね、正直ね、そうおっぱいの大きさじゃないよ、多分おっぱいの大きさで幽霊が除霊のね、そういうねヒエラルキーがあるんじゃなくて、やっぱ日頃なんだろうね、ピンクなことが除霊につながると布教しているやっぱマリン先生にもお越しいただき、ちょスバちゃんの部屋を除霊していきたいなーってなんかさっきからめっちゃ適当なこと言ってるけどさ、スバちゃんからするとでもやめてくれーって感じだよね、やめてくれーって言うかも。いやわかんないね、スバちゃんのことだからさ、助かるーって言ってくれるかな、助かるー除霊してくれーってね。